日本の皆さんこんにちはアメリカの皆さんこんばんはそしてヨーロッパの皆さんおはようございます人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダムホーですポートフォリオワーカーというのはこちら小学館さんから出していただいた本にあるように複数の収入源を持つ生き方複数の収入源を持つ生き方を提唱していますきっかけは私は25歳で介護貧乏になりました その時に気がついたのが、どんな高収入の仕事でも収入源が一本しかない、仕事が本業しかない、一本しかないということは、私のような親が病気で倒れるとか、まあ、それ以外にその地震とか火事とか台風とか、不可抗力のことで、ある日突然仕事がなくなる、または収入がなくなるということがあるんですね。ですから 常に備えよう、すなわち何かがあっても他の収入があってそれで食べていける、直近では多くの皆さんが、世界中の皆さんがコロナでのいろいろな被害にもあったと思うんですけれども、その時に本業の収入が減ったり止まっても他に収入があったらよかったと思いませんかそういういこととがあのきっっかけとなって ピンチはチャンス。皆さんのこれから将来のご参考になればと思っています。そして私マダムホーというのはまあ10年ぐらい前も日本で手術活動をしていたんですけれども、私自身は血統の100%日本人ですが、まあアメリカ留学がきっかけで下級の夫と結婚したんですね。したがってまあ何話商人。 カキョそしてユダヤといえば私みたいな感じで彼らからたくさんお金のことを学びましたそのことはこちらダイヤモンド社さんからの本に書いてありますのであのどうぞ後でリンクを貼っておきますからアマゾンなどで買ってくださいねよろしくお願いしますということでこのカキョ 家境が大切にしていることなぜ、華僑がお金持ちなのかということを、まあ、こちらの本でも書いているんですけれども、華僑が大切にしていることは2つあります。1つは、生き金、死に金、お金の使い方ですね、これはあの前編の YouTube 動画のリンクを Facebook にも上げてありますのでそちらをご覧ください。そして2番目に華僑が大切にしていることというのが、コミュニティ内での信用力。 コミュニティ内での信用力なんですね。これは華僑もユダヤも当てはまるんですが。彼らの共通点というのが何かわかりますか。ユダヤ人や華僑の共通点。あ、えっと、カムリさん、どうも初めまして、聞いてくださってありがとうございます。彼らの共通点というのは。まあ、何らかの事情で。本国を離れて。 別の国に行ったということですねで、その別の国に行ったのもぜひ来てくださいと招かれて行ったのではなくて大抵は難民とか亡命とかはっきり言って招かざる客来ても欲しくない客が来たということですねあ、堀内さんもこんにちはまあそういったことでその家境にしてもユダヤにしても招かれざる客として本国を捨てて 外国に行かなければいけなかったという共通点がありますで。そこで彼らを待ち受けているのはもう人種差別ですよね。やっぱり自分の国じゃない、特にその大金持ちであるとかスポーツ選手であるとかノーベル賞を受賞する学者レベルであればどこの国もぜひ来てください。才能がある人間かお金がある人間はどこの国も来てくださいって言うんですね。ところが お金がない、貧乏だ、凡人だっていう人はできればどこの国も来てほしくないその自国民のために精一杯でそのよその国から来た貧乏な人までうちは見るのは嫌だっていうのが本音ですよね、それはうまいこと人道的なこととかって言いますけどどこの国も本音はそこにあるんですよ。やっぱり自国国民が大事なんでそその国のそれも 貧乏な人とか,なん,かなんでみたいなのがあると思うんですね。ささんんまた新谷さんありがとうございます聞いててくださってありがとうございいますということでそ,そういった中でユダヤ人とか華僑が生活するために必要だったことは人種偏見を乗り越えるそして、もともとスタートラインで彼らはハンデがあるわけですからそこを乗り越えるための地道な努力があるんですね。 そういったことでそのボート、ボートピープルとして行き着いた国の中で自分たちが根を生やしてやっていくために必要だったことが今日のテーマ、2番目に彼らが大事にしていることなんですがコミュニティ内の信用力ですコミュニティとはどういうことかというとそのまあ日本の皆さんは私もそうなんですけど日本国の日本人、大和民族として生まれた私たちは マイノリティとかその在日の人たちがどういう差別を受けているか分からないんですよね、鈍感なんですよ、そのあたり人種差別について私も入れて、日本の日本人はとっても鈍感なんですね、だから逆に言うと外国から来る人、特に日本の国以外で差別を受けていた人たちは日本は天国なんですよ、日本人は人種差別しないから。でまあその 家教とかユダヤ人は日本に来れば別ですけどそうじゃないくとやはりどこの国に行っても招かれざる客ですから人種差別のターゲットになるとか妬みのターゲットになるそこで彼らはまずは自分たちのコミュニティ自分たちの人種のグループで集まったコミュニティを大事にするんですねそれがないと生きていけないわけですよ皆さんがあらひつでアメリカに行くねオーストラリアに行く 誰も知り合いがいない、英語はできない、その国の学歴も職歴もない、まあ、どっちかというと、招かれざる客として皆さんがいたとしたらどうですか、どこから始めますか、やっぱりそこの現地にいる日本人とかを頼っていくわけですよね、これがコミュニティなんです、ですから今日、日本の皆さんが言うなんかオンラインサロンのコミュニティとかと全然、厳しさが違うんですよ。もう 海外に行くそのま日本人社会とかユダヤ人社会とか佳境社会っていうのはそこに入っているか入ってないかそこの支援をもらえるかどうかで本当にに死活問題になることがあります、まあ、私の場合はもちろん16歳でアメリカ留学してロサンゼルスに来たんですけれどもやはりそこにもうすでに来てらっしゃるロサンゼルスの日系コミュニティの方にとって 特にあの海外コミュニティどで多いのが鹿児島県人会福島県人会それから広島県人会この3つはなんか三大県人会なんですけれどもまあ逆に言えばそれだけその3つの地区からの。 海外移民のの方っっていううが多かったと思うんですね戦後あたりからでもすごく皆さんよくしてくださったしプラスその華境コミュニティまたユダヤのコミュニティの方も本当に16歳で右も左も知らない私が行ったわけですからすごくよくしてくださったですからこそこの彼らが言う2番目に大事なことコミュニティ内の信用力っていうものが 日本で生まれて日本人として育った私たちでは想像ができないぐらい死活問題なぐらい大事なんですよ。で今日はその具体例としてこちらの本の30ページから31ページにも書いたんですがじゃあ彼らがどうやってコミュニティ内での信用力をつけていくかという具体例を この30ページから31ページに書いたことをお話しします。もしすごくこれ興味持っていただくと嬉しいんですけど、概要欄にリンク貼っておきますから、ぜひポチで買ってくださいね。で、でじゃあどうやってコミュニティ内の信用欲をするか。もうズバリ一言です。金払い。金払いなんです、皆さん。これ。 わかってくださいね、もうなんか私本当に言いたいんですけど例えば、冷やかしの人がいますよねあのご本人は何を考えて冷やかすのかだけど、私から見るとこういう海外でのコミュニティ内の信用とか特にこのユダヤ人、華僑たちのコミュニティ内の信用に対する真剣な取り組み方を もういつも見てみますのでなぜ日本の人がこういうことするか私には理解できないんですけど例えば、まあこう、オンラインサロンがありますとかメルマがありますとか募集しますよねそれとか、まあ、私はしませんけどよく無料のなんとか体験とかってありますよねああいうのにポチって申し込んでおきながら、まあ、その無料セミナーに来ない。まあ、それはね 突発的な何かがあって来れない場合は、やはりそこの事務局なり主催者に、すみません、申し込んだんですけど、今日ちょっと給与ができて来れませんぐらいね、いくらそれがただなものでも、そこぐらいは言う人間としてのこれ、エチケットですよね。だからそれができていない日本人多い。それとまあ、私も被害者なんですけど、じゃあこのマダム法のオンラインサロン、申し込んで、こちらはちゃんと、 丁寧ににフォローしているののもう梨の粒手じゃああなたは冷やかしだったんですかっていうことになるんですがこれをやっちゃうんですよ。これをやっちゃうとあなたは一生、まあ、私の信用はもうないですよね、まあ、別に私の信用があってもなくてもあなたの人生変わらないんですが多分私にした人は一時が万事で同じことを他の人にもやってるんですよ。無意識に無意識に。 自分の人生をを潰すことをやる自分のためになる人との縁を自分で壊しているだけどそういう人っていうのはアホなので自分がやってることが分からなくてで呪うんですよね「神様仏様私はこんだけ頑張ってるのになぜダメなんでしょうそりゃそうでしょう」みたいな一字が万字あなたのやってることダメじゃない。そのの人間としての基本的な 信頼関係を潰すことをやっちゃいけないっていうのが、華僑、ユダヤが2番目に大事にしていること、コミュニティ内の信用力です、でこのコミュニティ内の信用力は何かっていうと、金払いなんですね、あえっと、菅野さんもどうもはじめまして、聞いてくださってありがとうございます、この金払いをきちっとするかしないかっていうのは、華、ま、僑、あ、もユダヤもお金持ちですよね。彼らは 裸一貫から事業を起こしてそれも人種差別を受けている招かれざる客として移民した国でお金持ちになるわけです何が大事か金払いなんですねお金に関する信用力だからさっき言った無料セミナーにポチッと申し込んで無断欠席をするとか、まあ、その有料でも何かポチッと申し込んでおいて 金払いいを一切しないあなた冷やかしだったのねみたいにもうそこで信用力ないんですよねそういう人間が何やっても何言っても、まあ、コミュニティから信用力がない人間とッレッテル払われるんですよそれぐらい怖いことがないそれをユダヤ人も華僑の人々も身をもって知ってて知るわけなんですやっぱりコミュニティにいると特にそのね外国に行った その国の言葉も習慣もわからない、信頼なんか信用できる親戚も友達もいない、ただボートピープルとか難民でポコっといった。さあそこからあなたはどうやってサバイバル生き延びるかっていうと、信用力を高めていくしかないんですよ。でそれはもちろんその現地の国民に対しても真面目にする。だから日本人っていうのはまあ昔から。 ブラジルとかアメリカとかハワイとか移民をした方がいらっしゃいます。特にこのまあ、私の知る限りは三大地方、鹿児島県、広島県、福井県あふえ福島県福島県ですね。その3つの県からの海外移住者っていうのを多くってロサンゼルス。まあ、アメリカにも鹿児島県人会、広島県人会、福島県人会とかってあるんです。けれども、そういう県人会の中でも。 ちゃんとあなたはしていかなないと信用されないそうするとまあ村八分になるっていうか何も知らないところでそういうことをやっちゃうともう情報も入ってこないですねでこれは今のバーチャルの世界、まあ、さっき例を挙げたなんかオンラインセミナー無料オンラインセミナーとかオンラインサロンとかオンラインなんとかその有料無料にかかわらずあなたの態度なんですよ。 特にこれからはもうバーチャルの世界メタバースの世界 VR、AR の世界と入っていきますからあなたが今ここできちんとしておかないといけないということはここなんですね。じゃあ金払いということで具体例を挙げていいいきたいと思います、まあ、その、ね、なんか無料のオンラインなんとかとか申し込んでもう梨のつぶてで金が払わない冷やかしということも本当にあれはやめた方がいいですね。もうじあなたご自身の 未来を自分で潰しているご自身の将来ためになるであろう人脈を自分で潰しているということなんですけれどもでここの本で書かせていただいたのは1つは、まあ、今もお亡くなりになったんですがアメリカで大成功した日本人の一人として挙げられるレストラン焼肉レストラン紅花のオーナー創業者であったロッキー青木さんのエピソードが 紹介させてていいいただいていますそのロッキーさんのエピソードっていうのは、まあ、彼はやっぱりあの日本人としてアメリカに来て焼肉の、まあ、今でいう鉄板焼きですねあれをアメリカに普及させるんですね。でそのためにやっぱり焼肉ですから牛肉のおろしおろしから買い 買うでその相手っていうのが、まあ、ユダヤ系の方だったらしいんですがユダヤっていうのは契約がすべてなんですでこれは家境もそうなんですね家境のことわざに初め商人後機人商人っていうとあのこちらの本の30ページから31ページ書いてますけど小さな人間であとは機人貴族貴族の人ということはすなわち 最初はもう細かく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 契約書とか詰めるんですよでも、そこでもお互いが合意して署名したり犯行したり捺印、まあ、したりして契約書が合意に達したらあとはそれを従う、まあ、金払いをきちんとするということですね。だけどそれを多くの日本人は逆なんですよ 契約をきちんと立てずにああ、はい、やりましょう、やりましょう、もう1億、そう、なんか株式会社みたいな感じですぐに意気投合して会社を作りました、何をやりましたってやるんですが、後になって揉めるんですよ、最初の詰めが甘いから、これが日本人ですね、で、華僑もユダヤもそういったことをもう嫌っていうほど経験してるから、じめ承認、後期任、もしくは初め承認、後代任。 とにかく最初はこの,もうこの人、ケツの穴がちっちゃいんじゃないかって言われるぐらいも綿密にやって契約ができたらそれは遂行する必ず守る金払いはきちっとするということなんですがこちらの本に出させていただいて一つの例がそのロッキー青木さんはユダヤの,その牛肉の卸業の人と契約を交わしたそうすると、いつもあるパターンなんですけれどもやっているとやっぱりね 不況になったりこの世界的な大恐慌であるとかなんかパンデミックがあるとかでやっぱり景気っていうのはサイクルですからうまくいかない時があるでその時もやっぱりロッキーさんも払えない買えない金回りがちょっと資金繰りが難しい火の車だっていう時にそのお肉の業者にお願いしたんですってその例えば契約書では毎月こんだけのお肉を買う とということを決めてたんだけど今ちょっと売上げが悪いからちょっと契約の内容を変えてこれから今月は下げてくれないかとかあ長永峰さんいつもありがとうございますって書いたんでお願いしたんですってそしたらやっぱりユダヤ人の卸の売業者はダメだうちは契約社会契約で約束したことはちゃんと守ってくれっていうことでなんかロッキーさんの紅花チェーン店の売上げが下がっている時でも同じ量の 大量の牛肉を買わされてたところがね皆さん世の中って全てが悪い全てが良いってことないんですよ。良いことが悪くなったり悪いことが良くなったり何が起こったかというとその時はロッキー青木さんは大変な目をして無理をしてもう言われた通りの牛肉を買わされて、まあ、それをフリーザーに入れてたわけなんですね。ですがその後景気が好転してやっぱりね今度はあの原価 原材料の高騰ということがありますねちょっと今,今の世界と同じですねこう、コロナでダメだったのが急にもう物価、原材料が上がって今、どこでも値上がりしてますが同じようなことが起こったんですって、でその時にロッキーさんが良かったなと思ったのはあの苦しい時に、あの値段で契約書通り買わされていた牛肉。 今となったら牛肉の値段も上がって、あの値段で買えないものが、自分のところは備蓄していると。だから、今景気が回復して、お客さんがみんなまたレストランとか来替した時に安く仕入れた牛肉でできたということが書いてありました。また、別のこちらの30ページから31ページでご紹介した。例が私の直接の知り合いハッカー。あのちょうどまあなんだろう。日本人で多分ね。 大和民族1種類ぐらいなんですけれども華僑とか中国人といってもなんか70何種類の部族がいるんですねもちろん大半は漢民族あの漢字の漢漢なんですがあとマイノリティとしてハッカ人あのお客様の客に家 客の家ってて書いハッカって読むんですががハッカ人人の人がいらっっしゃるんですねハッカていうのがやっぱり家境の中のユダヤ人みたいなかなりお金にシビアな、ね、やっぱりお金持ちはハッカが多いんですけれども私の知り合いがまたハッカの袴裸一貫の超大富豪なんですが彼はさっき言った初め証人あと記任または初め証人あと代任ということですごく細かいですめちゃくちゃ細かい。 だけど一度約束したら金払払はきちんきちんきちんと払うんんとうですよ。どんなに自分の会社が火、まあの来るまでもちゃんときちんと支払えばいいここなんですね今日のテーマはがが大事にしているもの一つ,つはあの前編の動画でもうリンクフェイスブックにも上げていますけれども生き金死に金の使い方 で2番目に華僑が大事にすることっていうのがコミュニティ内の信用力でその具体例コミュニティ内の信用力をどうやるかっていうのがこちらの本の30ページから31ページでご紹介させていただいているんですが金払いなんですねでこの点は本当に日本の皆さん今こうやって聞いてくださっている皆さんに言いたい。日本のの皆さんの中ででお金で こう,うまくお金が回らない儲からないお金持ちになれないっていう人はちょっとね自分の胸に手を当てて自問自答してほしいんですよあなたの金払いどうですかいつもお金を滞納する方ですか遅れて相手からあの催促されて払う方ですかそれとかさっきで具体例を挙げたなんかオンライン無料セミナーとかでポチッと参加しますって言っといたくせに。 当日になってどっちみち無料だからって言って行かない無断で欠席をするたとえ無料であっても主催者にとったらあなたは参加者リストに入っているわけですからやっぱり休養があった場合はすぐ速やかに参加その主催者に休養があってできませんドタキャンで申し訳ありませんっていうぐらい人間としてのエチケットは必要なんですねまあ、それとかまあ私も有料セミナーとか有料サロンやっていますけれども 申し込んでおいてこちらがまあフォローしても梨のつぶてそういうなんていうのかな冷やかしとか相手にもともと嘘をつくまたは、まあ、本当に金繰りが悪くなったのであればそれは相手に伝えておく。 ポチッとしたということは同意をして申し込んだということになるわけでさっきのこちらの本に書いたそのユダヤとか華僑とかがなぜ契約書を守るかというのはこのことなんですね、それがどうも大和民族の日本人というのはおろそかにしすぎなんですよなぜかというと日本国の中の日本人私もそうなんですけどマジョリティでいるからこそ。 そのね、招かれざる客として何らかの理由で祖国を離れて難民としてどっかの国に行くそこの国であなたを待ち受けているのはそこの国民からの人種差別その人種差別も乗り越えていろいろなハンデを乗り越えていくからユダヤや華僑は大成功してるし大金持ちになった。で彼らとあなたのの違いっていうのが ここなんですね1つはお金の使い方、生き金、死に金、2番目はコミュニティ内での信用力、その具体例がこちらの30ページから31ページに書いた金払いなんですよ。で、同じく31ページに書いてますが、日本人の中で、本当にこの浅はかな人、浅知恵の人っているんですね、この31ページに書きましたけど、みんなで食事に行って、例えばですよ、割り勘にしようっていうときに、急に、あちょっとトイレに お金を払う時になったらトイレに行ってそのバーを逃げるとかあちょっとごめん今日お金の持ち合わせがないからって言ってガールフレンドにデート代を払わすとかそういう金払いがあなたの人格を表してるんだっていうことをぜひ知ってほしいぜひ知ってほしいので、まあ、今日は1つの例を書きましたけれどもこちらダイヤモンド社さんの本ですね。 こんなの、まあ、今、ちょっといくらかわかりませんが私があの本を出した時は1429円多分、どんどん税金入れて1500円か1600円程度の値段でこれだけの知識が得れるこれは家業が大切にする生き金ということにもなるんですが、まあ、そういった意味で皆さん皆さんの金払いの態度あなたがお金をどのように使うか稼ぐより使い方がすっごく大事なんです。 だから、家教たちユダヤ人たちっていうのはコミュニティ内での信用力を高めていく信用力があなたにとってのお金のなる木になりますですからどうぞ皆さんもそのこれからも SNS とかでなんか無料の何とかもしポチッと申し込んだら人間としての最低限のマナーは守ってくださいね。無料なななものでドタキャンをしけければいけない時には きちんとその旨を主催者に伝えるもし有料のものをポチッと同意をして申し込んだのであればやはり金払いはするもしお金がないのであればきちんとその旨を伝えてお詫びをするすみませんでしたあれは私が私が性格が悪くてあなたを冷やかしましたあの正直に言うってことがまず大事ですね。 あの正直者じゃないとどんんなななことをやっても幸せせお金持ちにはなれません、まあ、そういった意味で私の有料オンラインサロンもやってるんですけれどもいろいろなこういう日本人が思いもつかないこととかなぜ日本人が国際舞台でカモにされているかなぜ日本人が尊敬されていないお金持ちなのかいろいろなことですね。今日は具体例であのアメリカののおお金金持ちがやっているお金の 家庭教育から話を、まあ、発端としてなぜあなたも起業家や投資家になった方がいいのかなぜ従業員サラリーマンでやっていると。 あまり幸せになれの豊かさを手に入れられないのかというのをお話もしました来週はこういう皆さんの前でのプレゼンとかスピーチに関して、まあ、シリーズで来週からお話をさせていただきますもしオンラインサロンにご興味があればそれも概要欄に貼っておきますので是非いらしてください、まあ、そういったことで,すでは皆さん皆さんの信用力を上げる家境がなぜお金持ちで成功してきたのか 生き金死に金とコミュニティ内の信用力です。あの面白いと思ったらぜひこちらの本あの買ってまた読んでくださいね。はい、じゃあそういうことです。ではまた皆さん次回お耳にかかります。ごきげんようさよなら。